かしら。グワイド、いい魂の叫びだったわ。本番も楽しみね。ありがとう、そう言ってもらえると自信出てきたわ。マイクもスタンドマイクを使うんだね、かっこいい。本番と同じものを軽音部のみんなが貸してくれたの。そうだ、みんなにちょっと手伝ってもらいたいことがあるのよ。実は本番、軽音部のみんなのメンバー紹介をやることになったの。いいですわね。この前のライブハウスでもボーカルの方がバンドのメンバー紹介をしていましたし。ええ、それを見て軽音部のステージでもやってみたら盛り上がるんじゃないかと思ってバンドのみんなに相談してみたの。そしたらぜひお願いしたいって。だから今から試しにメンバー紹介をやってみるから、気になるところを教えてほしいの。いいねいいね、それじゃあ私ギターやりたい。あ、これでいっか。じゃーん、ギターのほのかです。ギャギャーン、センキュー。どう、これならバンドのメンバーみたいじゃない。わーお、面白そうね。それじゃあマリンは机をキーボード代わりにしようかしら。じゃあカナタちゃんはモップでベースを奏でちゃうぜ。みんな上手ね。でしょ、ほらエリちゃんもこっち来て。エリちゃんのドラムも用意したから。ドラムってバケツじゃない。わかったわ、今行く。それじゃあ私は観客として皆さんを厳しくチェックいたしますわね。それじゃあメンバー紹介いくわよ。ギターほのかちゃん、キーボードまりちゃん。イエーイ、ギャギャーン、ギターのほのかです。今日はみんな楽しんでいってね。シャイニーポロロン、キーボードのマリーよ。今日は熱い魂の叫びをみんなに聞かせるわよ。次はベースのカナタ、ドラムのエリちゃん。ベベーン、ベースのカナタちゃんだよ。お目目パッチリで盛り上がっていこうね。じゃじゃーん、ドラムのエリです。心を込めて演奏するのでどうか最後まで聞いていってね。いい感じですわ。こうして紹介するとよりバンドという感じがいたしますし、会場も盛り上がると思います。よかった。でもカリンさん、まだ何か気になることでもあるの？ええ、軽音部のみんながせっかく私に頼んでくれたんだから、私にしかできないことが他にも何かないかなって。スクールアイドルみたいにダンスを踊るわけにはいかないし。あ、でしたら私に一つ提案がありますわ。